ビジネスライブラリー信州の挑戦者たち。長野県立大学理事長の安藤邦武です。信州には独自の価値を追求し発展を遂げてきた企業が数多く存在します。信州経済を支えるビジネスリーダーたちへのインタビューを通じて現代社会を生き抜くヒントを探っていきます。今日は長野市にあります中澤昭一建築株式会社代表取締役社長中澤武さんにお話を伺っていきます。木造の住宅をメインに、うちは大工が今12人いまして、自社の大工でお客さんの家を建てていこうと、設計士さんとコラボをして、R プラスハウスという、デザインもいいし性能もいいっていうような、そんな住宅を、メインでやってます。はい。創業は昭和11年です。で、今年が86年目ですかね。はい。まだ会社という組織ではなくて、祖父ともう1人2人ぐらい の近所の大工さん的なところで、特に社名という形はなかったですね。はい。で、2代目の社長の名前が、はい、中澤昭一、もう親父のそのままフルネームという会社の名前になってます。はい。大工さんの集まりから、その会社として頼まれる、お客さんから頼まれるような仕事も、徐々にですね、増えてきたっていうところですかね。33の時に社長ということでやらせてもらってます。20年近くになりますけどね。はい。オリンピックも終わってだいぶ景気がこう下がってきた頃でしたんで、やっぱりその大工の手間だけではやっぱり会社としては成り立っていかないというところでしたんで、設計さんの物件を作っていくっていうような仕事に少しずつシフトしたというか、少し変えてきたというところですかね。ただ自社の大工を育てていくというところは、これはもう変えないというところで、12、3年前からやっぱりこう大工を育てようと、結局、見て習うもんだと。だから大工はいちいちこう説明するってことは非常に難しかったんでしょうね。で、今は30代20代っていう大工が現場をこう何ですかね、責任者としてやっていけるようになってきましたんで、毎年何人か入って、来てくれるようになりましたんで、大事に大事に育てないとなっていう、プレッシャーもありながらですけどね。見学会をやった時に境村からの方が見えていてですね、で、ちょっとうち、建て替えたいっていうか、っていう話で、境村に行ったことがありましたね。もう10年前ですね。設計さんと一緒に見に行ったんですけども、やっぱり急遽住めなくなっちゃってるんで、ですので予算もこのぐらいで何とかしたいっていうようなところも、そのお客さんからこう言われた。ただなかなかその要望に応えきれないようなところもやっぱり出てきたのかなっていうようなところもあってですね、昔はお客さんの話を聞いて図面を書いて見積もりをして、それを何回も繰り返すっていう、当たり前だと思ってたところがあったんですけれども、今考えてみるとですね、やっぱり建築家のデザインっていうのはやっぱり違いますね。洗練されたというか、でお客さんの反応がやっぱり一番違うんですよね。わーってなりますから。なるほど。はい。そのやっぱり笑顔といいますか、はい、喜んでくださるっていうのは大きな力ですね。そうですね。ビジネスライブラリー信州の挑戦者たち、中澤昭一建築の協力でお送りしました。